ミカササッカーナビミカサッカー、今回から番組の MC を務めます佐野ゆりあです。どうぞよろしくお願いします。この番組ではプロをはじめ社会人や学生、ジュニア、キッズなど広島の幅広いジャンルのサッカー情報をお届けします。コメンテーターは広島県サッカー協会の宗政純一郎さんです。宗政さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。声でかいですね。ありがとうございます。張り切って言ってます。どうですか。いや、初めては緊張してますけれど、楽しみの方がちょっと大きいかもしれないです。まあ、気楽にやりましょう。はい、よろしくお願いします。 さっき初めて会ったんですよね。私、そうなんですよ。出身はどちらなんですか。私は山口県下関市の。じゃあすぐ隣ですね。そうなんですよ。中でも、その奥の奥にある海に囲まれた小さな島で。あ、島の出身。そうなんですよ。広島来てすぐやっぱスポーツ愛に驚かされましたので、うん、山口はスポーツないんですか。あるんですけれど、こう県民のこのスポーツに対する熱っていうのは、あんまりない。やっぱり広島は群を抜いてすごいなっていうのは印象としてすごく深く残ってます。まあ、野球とかサッカーとかね、すごいでしょ。今回こうやって広島でこのサッカーを応援する立場に携われるようになったので、すごく今光栄で嬉しく思ってます。で、趣味とかは何かあるんです。趣味は本当に出身が田舎だったので、もう父親と一緒に自転車漕いでいろんなところに行ってたんですけど、海で釣りをしたり、小さなゴルフ場で一緒にゴルフをしたり、なので今でも同じように休日はゴルフに行ったり釣りに行ったりしてます。学生の頃は陸上部に所属していたので。じゃあスポーツもやってるじゃない。走ったり飛んだりするのはすごい得意なんですよ。ただボールを蹴るっていうのは球技がね苦手で、よくフォームがおかしいって言われます。フォームが。なんでこの番組を通して宗政さんにぜひ教えていただきたいな。いや、教えることは何もないです。私は逆に教えてもらいたいぐらいで。確かにサッカーの知識に関してはまだまだこれからの部分がたくさんあると思うので、この番組を通して勉強していけたらいいなと。サッカーを勉強していこうと。はい、同時に盛り上げていけたら嬉しいなと思っています。はい、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今回のラインナップです。県内のサッカーチームを紹介する情熱イレブンは、インターハイ地区予選で奮闘中の安芸南高校サッカー部です。サッカーをこよなく愛する人に宗政さんがお話を聞く宗座トーク。ゲストは広島県地域政策局の林智子さんです。その他広島のサッカー情報盛りだくさんでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。まずは県内のサッカーチームを紹介する情熱イレブンのコーナーです。今回は広島市安芸区矢野西にある安芸南高校のサッカー部をご紹介します。その人に負けたくないとか、絶対こいつには負けたくないとか、こいつを抜けるようになりたいとか、その感情のところがやっぱないとダメなんだよ。今ここでやんないと、今目の前のこの人に負けたくないってやんないと、ただやって抜かれたらはにかんでるような、そんな1対1の練習してたら格上の相手に勝てるわけないだろ。そういうことをやって初めて、ね、自分たちの目的意識はそういうの育ってくる。1986年創部の安芸南高校サッカー部には選手69人とマネージャー4人が所属。選手一人一人がチームのことを考え、一体感を持って戦えることが何よりも強みだという。選手を指導するのは過去に広島南で監督を務め全国優勝に導いた経験を持つ藤井清監督。チームが目指すサッカーとは。まあ、全員がとにかくこう積極果敢にというか、積極的な姿勢で前にこうどんどん出ていくような、一人一人のこう個性が前面に出るようなサッカーをしたいなっていうふうに思っています。チームスローガンは百節不倒。何度失敗しても立ち上がり、信念を曲げないことを意味する。目的意識を持つとか、目標を自分で立てて、それにこう行動を具体的にその行動に移していくっていうことを、最近本当に強く思っています。選手を支えるマネージャーたちは、
第一球技場でプレーしたいという目標を持って一人一人が切磋琢磨して努力しているところがいいところです。普段はとても面白い選手たちですが、試合になるととても真剣な表情で戦っているところがギャップでとてもかっこいいところです。今年の選手の特徴は平均値の高くて、で特にこう前線に足が速かったりキックが上手だったりドリブルが上手だったりっていう風に、特徴のある子が多いので、そういう選手たちをいかに組み合わせてこう前がかりなサッカーができるかなっていうことを考えています。背番号3番ミッドフィールダー田中一輝です。僕の得意なプレーは相手にすり負けないヘディングです。僕にとってサッカーとは自分を成長させてくれる一番大好きなスポーツです。今後の目標はチームを勝たせられる選手になることです。背番号11フォワード田原純正です。僕の得意なプレーは味方を生かすプレーです。僕にとってサッカーとは一番長くしてきたものです。今後の目標はゴールを決めることです。背番号14番フォワード西垣内幸です。僕の得意なプレーは縦に突破してクロスを上げることです。僕にとってサッカーとは夢中になることができる、そして熱くなることができるスポーツです。今後の目標は相対で自分の得意な形でアシストやゴールを決めてチームの勝利に導くことです。背番号73番フォワード田坂慎吾です。僕の得意なプレーはドリブル突破からのシュートです。僕にとってサッカーとは日々挑戦し続けるための原動力です。今後の目標は選手権や総体でまだ取れていないベスト8のタイトルを取ることです。背番号75番ディフェンダー山本博です。僕の得意なプレーは高い身長とジャンプ力を生かしたヘディングです。僕にとってサッカーとは小学校からやってきた一番大好きなスポーツです。今後の目標は高校生活最後の総体や選手権で優勝することが目標です。背番号76番ミッドフィルダー静川陽太です。僕の得意なプレーは中盤でのセカンドボールの回収です。僕にとってサッカーとは自分のことを成長させてくれるスポーツです。今後の目標は総体や選手権で先輩たちの記録を超えることです。背番号84センターバック橋本大地です。僕の得意なプレーは判断がはっきりしていて周囲への声掛けです。僕にとってサッカーとは周囲の支えとかがあって一人では味わえないこととかが味わえたので、それがサッカーのいいところだと思います。今後の目標は僕のマークからの失点をなくし守備での活躍をしてチームを勝ちに進めることです。背番号60番ミッドフィールダー佐根下優馬です。僕の得意なプレーはロングキックです。僕にとってサッカーとは誰にも負けたくないことです。今後の目標は卒業するまでに県ベスト4に入ることです。背番号41番右サイドバックの梅村リトです。僕の得意なプレーはカットインです。僕にとってサッカーは小さな頃からやってる一番好きなことです。今後の目標はこのメンバーで選手権ベスト8を目指します。背番号47番ディフェンダーの内山日向です。僕の得意なプレーはコーチングです。僕にとってサッカーとは喜怒哀楽です。今後の目標はさらにサッカーを練習し替えの利かない選手になりたいと思います。背番号71番ゴールキーパー山本純也です。僕の得意なプレーはコーチングと1対1です。僕にとってサッカーとは人生を充実させる大好きなものです。今後はチームを勝たせれるキーパーになり選手権総体ベスト4を目指します。百節不当の精神を胸に今年秋南高校が広島の高校サッカーを熱くする。どうですか、監督熱いでしょ。いや、言葉に魂が乗ってましたね。説得力ありますよね。女子マネージャーも選手のことをよく見てましたよね。いいですね、女性がいてくれると花があって、そうですね、しっかり SNS での発信も力を入れてるみたいで、時々見ますよ私も、いろいろ
私もインスタグラム拝見させていただいたんですけど、うん、マネ日記という形で当日の練習風景だったりとか、監督の言葉とかをすごく細かく長文で、すごいですね、素晴らしいサポートですね。ですね、うん、その中にこう学校での様子とかも書いてあったりして、うん、本当にちょっと日記のような形ですごく可愛かったです、はい、あとは強くなってもらってベスト8ですか、目標がもっと上目指してほしいですね。そうですね、応援したいですね、はい、応援しましょう。はい、応援しましょう。これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流した全ては君の中にある。全部出せ。共に世界へ。アルムンド、ミカサ。ミカサッカー。こんにちは、宗政です。宗政トークの時間がやってまいりました、今日はなんと女性のゲストをお迎えしました。ご紹介しましょう。広島県地域政策局スポーツ推進課の林です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。地域政策局、どんなことされてるんですか。地域政策局はちょっと地域に身近なスポーツ、うん、あとスポーツを通じた地域活性化っていうようなことも含めて今仕事をしているところです。だから地域のことをいろいろやられてて、うん、その中にスポーツもありますよっていうことですよね、うん、その通りです。でスポーツの、まあ、リーダーとして、そうですね、競技スポーツグループリーダーをさせてもらっております。どんなことされてるんですか、リーダーっていう。うちの競技スポーツ推進グループで言いますと、まあ、主にはなんですが国体41種目あるんですが、その41種目の強化を図っております。はい、今国体厳しいでしょ。厳しいですね。実はですね、昨年度栃木県で国体があったんですが、少年種別ジュニアの部では全国で46位下から2番目でございました。あららららら、ら昔はもうトップに近い方じゃなかったですか。結構そうですね、10位台とかではいたんですけれども、どんどんちょっと広島県ジュニアの競技力が低迷しているのが課題でございます。まあいろいろね、要因はあるんでしょうけど、うん、これからの踏ん張りですね。そうですね、頑張っていかなきゃいけないと思います。もうサッカーもね、サッカーもね、やっぱりサッカー王国ですから。そうですね、ぜひ頑張っていい成績が残せるように、うん、はい、頑張っていきたいと思います。はい、はい、それで林さんはサッカーとの関わりってどうなんですか。サッカーがですね、私自身の息子がですね、実は小学校時代クラブチームに入っていましたので、そういった意味ではサッカーはずっと、あ、はい、それじゃあもう詳しいじゃないですかサッカー何でもご存知でしょう。そうですね、ですが、まあ、見るのが専門ですので。だって子供さんが大体やれてたら絶対ついていかれますよね。あちこち試合とか練習とか。そうです、毎週末行っておりました。子どもの成長を、まあ、感じたっていうのは大きかったと思うんですよ、うんうん、うちの子もずっとどちらかというとうまい方ではなくって、うん、控え選手のことが多かったんですけど、うん、まあ、途中でやめたいっていう相談を受けたこともあったんですが、まあ、でもここまでやったんなら最後までやろうって頑張って、うん、でまあ、最終的にはもう 5,6 年生になった試合出れるようにはなってきてですね、で最終的にまあそのチームの最後の試合でなんか最優秀選手賞みたいなのをもらえて終われたのでよかったなとは思います。努力されましたね。そうですね、だからやっぱり継続してね頑張るっていうのは必要ですよね。大切なことですよ。ですよね、うん、で今はどうされてるんですか。やられてるんですか。実は今息子もテニス部になりました。申し訳ない。ところで新サッカースタジアムがねもう着々と進んでおりますけど、今広島県の方ではどんな感じですか。広島県の方では、なんか新サッカースタジアムができた時には、はい、ぜひ、うん、日本代表戦ができたらいいなと思って、県サッカー協会さんとも一緒にご要望を出させてもらったところです。そういえば昨年、うん、あれ9月だったですかね、うん、そうですね、日本サッカー協会 の、 田島会長が広島訪問の際に、うん、はい、伊佐県知事とあと松井広島市長とから田島会長とあと広島県サッカー協会の古田会長、はい、トップの 4名でトップ会談しましたけどね、はい、あの時司会をお願いして大変お世話になりました、はい、恥ずかしながら司会をさせていただきましたが、いやいやいや、すごい、はい、いい司会だったと思いますけれども、いい経験をさせていただきました、はい、ありがとうございます、はい、
でもあそこでね、ちょっと県からも要望させてもらったと思うんですが、ぜひともあの新しくサッカースタジアムができた際には日本代表戦と、あと広島県、あのメキシコのグアナファト州と友好提携を結んでおりますので、はいはい、これメキシコとはもう古いんですか？2014年に友好提携を締結しまして、あの来年がちょうど10周年になっております。もともとマツダの会社とがメキシコと、ね、まあ、工場進出したということもあって、ね、非常に深い関係がありますよね。そうですね、うん、でその中で2019年にスポーツに関する覚書を締結しまして、うんうんうん、でその覚書を結んでからですね、うん、あの東京のオリンピック、はいはいはい、パラリンピックが2021年にあったんですが、ちょっとそれに向けてですね、うん、メキシコの選手団の合宿の受け入れをしておったところです。あ、そうか、うん、それでまたよりこう密接な関係になってきたということですよね。そうですね、うん、ちょっと昨年度の夏、あのバルコムカップで、はいはい、あのメキシコのチームを呼んでいただいたところです。あの時は暑かったですね。暑かったですね。なんかメキシコの選手も日本の夏の湿度に参ってました、そりゃそうでしょう、はい、経験したことないと思いますよ。ないですよね、日本の夏はね、みんなバテバテだったですね。でしたね、もう試合にならないぐらいもうバテてましたからね。そうでしたね、ちょっとかわいそうだなと思ったんですよね。でしたね。ですがもう彼らは絶対その環境コンディションのせいにはしなかったです。やっぱり自分たちの実力が足りなかったってすごく反省してですね、はい、で日本に来たことすごく感動して、あの広島で平和学習をさせてもらった、あとこう原爆ドームだったり平和記念資料館に行って平和を学んだことについてとても感動してですね、実は戻ってレオン市長、あのグアナファト州のレオン市長に報告してですね、そうですか、もうすごくレオン市長も喜んでました。来ていただいた甲斐がありますね。そういうことをおっしゃっていただければ ね、ありがたいです。そういえば3月でしたっけ、はい、高校選抜がメキシコに行かせていただきましたけども、はい、ご同行されたんですよね。はい、そうです。ちょっと前半の方だけなんですが、どんな感じですか、はい、メキシコは高度2000メートルぐらいの高度にメキシコ自体が、それレオン市です、グアナファト州全体がもう中にレオン市がある、レオン市がある、あでグアナファト市がある、あそうですか。で彼らはグアナファト市とレオン市2つを拠点に活動を行っていしていたんですけど、まあ、標高が高いということもあってですね、最初選手たちはその酸素が少ない中走るのがすごく苦しかったみたいでやっぱり慣れるまで大変なんですよ、慣れるまでがね、うん、だからあの国際試合やる時なんかは早めに行ってね、うん、そうですね、体を慣らしてから試合する形になってますから。そうですね。ですごくあの選手たちが感動してたのが、うん、もうメキシコの人たちがすごく自分たちに親切にしてくれたと、うん、あとすごく日本広島の歓迎ムードがすごかったというので、うんうん、ちょっと今日一つ新聞を持ってこさせてもらいました。いいですか、はいはい、これがですね、あのメキシコであのレオン市長表敬をした時の様子なんですけれども、うんうんうん、もうすごくあのメキシコのグアナファト州のメディアがたくさん駆けつけてですね、もう新聞の一面に、いろんな新聞の紙面に彼らが載りました。これすごいですよね、この新聞に出るっていうのは、こういう大会、ね、訪問した姿がそうです、ね、こんなに大きく取り上げていただけるなんていうのは、うんですね、あと試合の様子も、試合の様子もですね、うん、あの結構新聞で何度も報道されてます。ちょっと今回は市長表敬の時の写真、うん、新聞だけしかお持ちできてないんですけど、はあはあ、いい関係ですよね、うん、昔からメキシコって、ね、はいはいはい、そうですね、だからすごく彼らも本当にいい経験ができたかなと思ってますし、はい、であと海外のグランドがやっぱり日本のグランドと違って、うん、ちょっと状況コンディションはあまり良くなかったようではあるんですが、まあでも海外で試合をするっていうのはこういうことなんだっていうのを学んで帰ったようです。ぜひあの新スタジアムができたらね、うん、またメキシコチーム来ていただいて、ぜひ試合をね、ぜひ頑張ってますね、はいはい、なのでちょっと今度また6月にグアナファト州知事が広島県に来られるようですので、はい、ちょっとその際にはあの湯崎知事と対談されるということですね、はい、そうですね、じゃその時にサッカー協会の方もということで、はい、ぜひ来ていただいて、はい、あのメキシコとの交流試合をまた実現できたらと思っております、はいはいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日は本当いろいろ素敵な話をいただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。広島とメキシコとの交流が描かれてましたけれど、はい、メディアでも大きく取り上げていただいて、そうでしょう、うん、かなりいい関係が築けてるんですね。昔からね、あのメキシコと広島って、ね、縁があるんですよ、うん、そうなんですか。マツダっていう会社ご存知でしょ。はい、もちろん車の、ね、自動車、はい、そこの工場がメキシコに出てるんですよ。その関係でもう昔から縁があるんですよ。
それで、うん、そういうこともあって、まあ、向こうで大きく取り上げたんじゃないでしょうかね。なるほど。高校選抜の遠征っていうのは今後もメキシコにずっと行く予定なんですか？まあ、それは、まあ、広島県の地域政策局と話をしながらですけれども、まあ、今はまあメキシコの関係が非常に大きくなっているので、当番続くんじゃないかなとは思ってます。他の国、例えば強豪国のヨーロッパとか、はい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 、ああいったところにも、いや、それは縁があればですね、また、ね、いろんなところ行ってみたいなと思いますけど、まあ、グローバルなスポーツですから、やっぱり若いうちからね、いろんなところに出て行ってやっぱり経験するっていうのは大事だと思いますよ。じゃあ今回高校生たちはいい経験になったと思いますね。そうです、そうです。ミカサッカー、続いては県内であった試合やイベントをお届けするミカサッカーニュースです。まずは今シーズンから選手と監督が変わり新体制となったなでしこリーグ2部所属ディアボロッソ広島のゲームを取材してきました。今シーズンから選手と監督を一新したディアボロッソ広島がなでしこリーグ2部第3節でノルディーヤ北海道と戦いました。両チーム今シーズン初勝利をかけての一戦です。立ち上がりからボールポゼッションで上回るノルディーヤが積極的にゴールを狙いに行きます。しかし前半終盤からペースはディアボロッソに。45分、豊田選手がロングシュートを放つとバーに当たったボールを向井選手が頭で押し込み、ディアボロッソが先制に成功します。後半もディアボロッソの勢いは止まりません。後半10分、江口選手からパスを受けた森山選手が自ら右足を振り抜き追加点を挙げます。これで点差を2点とし、ノルディーヤを突き放します。後半は相手にシュートを打たせることなく攻め続ける形となったディアボロッソ広島。新体制となり初白星を地元広島で飾りました。試合終了後にディアボロッソ広島の監督岩田監督がですね、今後も自分たちの距離感を保ちつつ、うん、っていうことを大事にして戦っていきたいというふうにおっしゃってました。はいはいはい、岩田監督ね、今年からなんです。あ、だからそうなんですね。新体制になって、まあ、新監督として来たわけですけれども、それは嬉しいですよ、勝利したっていうことは。そうですよね、勝ち点3ですもんね。3大きいですからね。新体制になったディアボロッソ広島に期待することってあったりしますか？期待することはね、やっぱりあの去年までアンジュビオで広島っていうのがあったんですよ。はい、でも残念ながらね、それ解散になってしまったんですよね。で、まあ、全国規模 の、 そのチームとしては今、ディアボロッソ広島が、まあ、一つしかないなという感じなんですよね。全体、まあ、レベルを上げるためにも頑張ってもらいたいなっていうのがあるんですよ。続いては三笠が主催する西日本サッカーフェスティバルの話題です。西日本の高校生男子を対象としたサッカーフェスティバルが3月28日から3日間広島県内の各会場で開催されました。40年間続く、西日本サッカーフェスティバルで、今回はゴールデンウィークに行われていた三笠カップと合体して、この度第1回三笠西日本サッカーフェスティバルとして生まれ変わりました。次の4月から始まる新シーズンに向けての強化、最後の強化ということで、広島県が一つになろうというふうな目的で、40年以上前からやってます。3年ぶりに開かれたこの大会には広島県内を中心に山口や岡山、愛媛などから75の高校が参加。
今年は G7 広島サミットの影響もあり、チーム数を制限し、順位などをつけずフレンドリーマッチとしての開催となりました。まもなく新年度を迎える選手たちはチーム強化とコンディションの調整を目的に強豪たちと汗を流しました。3月の最後といえばこの三笠、西日本サッカーフェスティバルがあるよというところを、頭に入れてもらって、で強化して、新シーズン、いい結果につながるように、またこの大会を通じて、日本代表とかワールドカップの選手が出てくれればなと思います。桜が綺麗な中で選手たちもすごい生き生きしてましたね。でしょ、三笠のサッカーボールもこれでしょ、大活躍してましたね。ミカさん大活躍ですよ、本当に。そうですよ。触ってみてください。どうですか。いや、しっかり重厚感があります。どうでしたか、緊張しました。いや、もう緊張しすぎてちょっとオープニング回やり直したいくらいです。もう一回やりますか。いやいやいや、もういいですけど。声が大きいね、しかし。元気だけは取りえないです。鼓膜が浮くんじゃないかと思って。もう大丈夫でしたか。そう、ハスキーな声がまたいいですね。では最後は4月23日に行われた全広島サッカー選手権大会決勝戦の模様をご覧いただきながらお別れをしたいと思います。ではその前に番組恒例のあのポーズで私たちは一旦さようならをしたいと思います。練習しました。もちろんです。難しいよ、こう角度がここの、はい、この M のところの。あ、どうですか。あ、いいですね。いいですか。バッチリ。じゃあぜひテレビをご覧の皆さんも一緒にお願いします。はい、はい、ではいきますよ、はい、せーの、ミカサッカー、さようなら。さあどうなるんだ、キックオフ始まりました。まず前半の11分です。シュートを打つ。さあまたまたコーナーキックのチャンスが。18分、決まった。やはり16番ですよ。後半9分、ニーノ。やはりニーノですよ、エースストライカー。SRC 同点1対1。もうここからはね、はい、全力疾走を続けてましたからね、はい、延長3分。そして今度はどうだ、 SRC チャンスだったんですが、もう 120% の戦いでしたね、ここはね。さあ SRC、 ここ絶好のチャンスだ。これも取ってますよ、足が。後半7分の出来事だったんですが、もうさあ PK です。PK4 本ずつ成功する。さあ5本目、あっと失敗。さあ最後の最後です、つぼね。この瞬間に1ページ目が開かれました。